この問題はですね、この式、もう見たらすぐね、楕円ってわかると思うんですけど、楕円と直線の関係です。で、楕円と直線の距離、D の最大値最小を求める問題です。で、この問題はね、結構アプローチがいろいろあるっちゃあるんですよね。で、ただ今回は、一つはね、この直線の式を、ずらしていって平行移動させてあげて接する部分を2つ出してあげると最大最小が求まるっていうパターンもあるんですけど、あえてね、今回は媒介変数表示を使って解いてみたいと思います。じゃあ実際にこの楕円と直線の位置関係をまずは把握してから、最低限把握してから次のアプローチを考えていきましょう。じゃあまずはこの式変形しましょうね。3x2+16y2=1 は変形していくと y2=1 というふうに変形します。で、もっと分かりやすく言えば、要するに3分の1のルートの2乗分の x2 乗と、4分の1の2乗の y2=1 っていうふうになるので、要するに、図形的に考えると、y の方が小さいかなですね。分母が大きいってことは短いってことなんで、横に平べったい形を書いていけばいいですよね。で、こっちがルート3分の1で、こっちが4分の1だ。こんな感じですね。ざっくり書くとね。で、あとは 3x+4y=4 だけど、私はちょっとこの形が嫌いなので、いつも y=4 の形に直してしまいます。そうすると 3x+4y=4 っていう式は y=4に直してしまえば、-3x+1 かなっていう形になります。ので、-3x+1 ということはもちろん右肩下がりです。で、この状態の時に、この状態ではまだ接してはないからね、接してたら最大最小って話にはならないと思うんだけど、位置関係をまずね、一応確認しておきましょうか。ここで、3x2+16y2=1 を1、y=-3x+1、こういうふうに置きましょうか。で、2を1に代入していきましょう。はい、一気にやっちゃいました。まずはね、代入した式を展開した後、括弧外してあげて右辺を左辺に入れ込み、最終的に3の倍数だったんで3で割るところまでやってみました。で、あとはこれの判別式を考えればいいですね。で、判別式を考えると、今回偶数なので、4分の D としてあげて、B2乗-AC としてあげると、これはどうも負っぽいですね。つまり共有点は持ちません。持ちませんので、位置関係的にどうなっているかというと、切片 Y 切片を1として、こういう形になってるんですね。さあ、これでやっと外形が分かりました。今、横長の楕円に対して直線は接することがなく、引かれています。そして、これらの点の中でもちろん平行移動させてイメージをつかむと、まずここが最小、そして、ここが最大っていうふうに考えればいいことが分かりますよね。距離 D の最大最小をこれから求めたいので、じゃあこのイメージ通りにやっていくにはどうしたらいいのか。そこでまずはこの楕円の方程式を媒介変数表示に変えていきたい。で、媒介変数表示はどうするかっていうと、思い出してもらいたいのはこれですよね。はい、ちょっと小さくなっちゃいましたけど、楕円の方程式を使うと A コサインシータと B サインシータっていうふうに媒介変数表示されますので、
今回 A と B はルート3分の1と4分の1を使えばいいということが分かります。そうすると、ここで楕円なので、X と Y の点が表現できるわけです。で、なおかつここで、距離 B ですよね。さあ、覚えているでしょうか。はい、点と直線の距離の公式ですよね。そうすると、はい、これを今頭の中というかどこかに思い出しておかないといけないわけです。ある点 x1y1 から ax プラス by プラス c イコール0への距離 b は、この式で表せますよねっていうのを今思い出さないといけないわけです。で、そうするとじゃあ点は今、ここですよね、はい、今楕円上の点はこのように表現されます。これでまず x1y1 が解消されました。で、今度は ax プラス by プラス c というのはこれですよね。 3x プラス 4y マイナス4イコール0ですよね。で、この距離の d を求めるのでこういった式にじゃあ、まとめていきましょう。一回ちょっとスペースがなくなってきたんでこっち側を消していきましょうね。こっち側消しますよ。じゃあこの公式にまんま代入していきますよ。この点はこれです。そしてこの式はこれですね。それにもまんま代入していくだけです、D イコール A2 乗プラス B の乗は今回ここの数字を使っていますので3の2乗、3の2乗プラス4の2乗のルート分の、X にルート3分の1コサインシータを入れます。はい、まずはもうそのまんまです。定義通り代入しただけです。ちょっと整理していきますね。はい、下が3の2乗プラス4の2乗のルートなんで9プラス16の25、25はルートで、ね、平方根で5になるんで5分の1はもう外に出しました。もう分数の形が気持ち悪いのでね。で、問題はこの絶対値の中の最大最小を求めればいい話なので、まあ実際あとはここを吟味していきましょう。で、問題はもう三角関数が出てきたらもう見てわかりますよね。ここの合成関数を考えないといけないわけです。合成関数の考え方は覚えているでしょうか。ここで思い出さないといけないのはここに書きましょうね。まあここのヒントですね。ここのヒントをちょっとこっちに書きます。そうすると、はい、まず、加法定理ですよね。アルファプラスのベータはシンコスコスシンで覚えるわけです。で、この式にこれと照らし合わせて考えるね。マイナス点をとりあえず抜いておきましょう。ここの部分、ここの部分だけで考えるとどういうふうになるかというと、ここがちょうどコサインシーターとサインシーターになっているようなイメージですね。で、このサインアルファのところにルート3があってコサインアルファのところに1があるようなイメージになっているんですけど、実際にはね、サインアルファとかコサインアルファっていうのは単円上で考えるとルート3とかっていうのはありえないので、どうするかというとこうしたいんですよね。こうしたい。ってことはつじつまを合わせるために全体に2をかけないといけないんですよね。そうすると、約分されて元の数字に戻るということは、これと同じことをそっちでやってあげればいいので、こういうふうになります。5分の1で中身をどうするかというとこういうふうにしないといけないので、まずここをくくっておいてマイナス4は別にして絶対値ですよね。そしてこの部分が加法定理になって、でなおかつ、sin アルファが2分のルート3になるということは、sin アルファが2分のルート3になって cos アルファが2分の1になるためには単円上で考えて、どっちも正なので、どっちも正なので、まあ第一証言でしょうと。第一証言やって、なおかつ、sin は、これ分のこれでですよね。出ますよね。で、そうするとこれ分のこれが、2分のルート3になるためにはこの θ はどうならないといけないか、まあここ α ですね、α はどうならないといけないかっていうと、ここはもう60度であり3分の π ですよね。ってことはここに入る α のところに3分の π が入るようなイメージになるので、じゃあこれ一回ちょっと消しますよ。スペース消すとここの括弧内の式はどうなるかというと、サイン
シータプラスの、3分の π になるということになります。で、あと外に出しましょうか。どっちも偶数で2なんで外に出します。はい。で、あとはこの中の最大最小を考えればいいですよね。で、sin θ プラスの3分の π っていうのは自体はもちろんマイナス1から1の間なので、じゃあ全体はって言われたら、はい、マイナス3からマイナス1の間とすると絶対値なので、絶対値なので逆転するんですよね。逆転するんですよね。よってはい、1から3の間になると。つまり最小値は1、最大値は3ということになります。じゃあ最後こっち、ここにね5分の2があったことを思い出して、最後ちょっとだけここを消しますね。消しますと求める値は最大値が5分の6ということで終了です。さあちょっとね、今回はいろんな知識が出てきましたね。楕円の方もそうだし、まずは直線とね、どんな位置関係にあるかっていうのを、まあ、外形を求めるために判別式を使いました。それから距離を求めるので、距離、点と直線の距離の公式を思い出してもらいました。でさらに今回は媒介変数表示を使ったので、サイン・コサインの加法定理を思い出さなければならなくなりました。こういったことをね、いろんな問題の中でこうごっちゃに使うようにこれからなっていきますし、今回のこの問題は結構その点ではね、ものすごくいい問題だったと思うので、ぜひね、これをきっかけに忘れている公式を逐一思い出してみてください。で、これね、サインアルファプラスベータだけじゃなくて、コサインアルファプラスベータとか合わせて思い出せるとベストですね。じゃあ、ちょっと長くなってごちゃごちゃしましたが、もし、どっかで置いてかれた方はね、復習をしっかりしてみてください。まあ、今回は楕円と直線の距離を求める問題でした。